今日のお出かけ登山は三重県と滋賀県の間の釈ヶ岳です。おおきに、お母さんのまゆです。今日のお出かけ登山は三重県と滋賀県の間の釈ヶ岳です。釈ヶ岳の標高は 1092m、 鈴鹿セブンマウンテンの一座です。なんと今日で鈴鹿セブンマウンテン5座目になります。今日のなつさんの服装は寒いので手作りの手袋をはめてもらいました。さっきもね、雨が降ってて登れるか心配だったんですけども、結構火が出てきていいお天気になったので張り切って行ってきます。レッツゴー。はい、今橋渡って、すぐのところです。分岐点に来てます。今私間違って通り過ぎようとしたんですけども、ちょっと分かりにくいんですけど、ここが分岐点になります。皆さんご注意ください。それでは行ってきます。分岐に到着しました。分岐ではないけどな曲がり角に到着しました。うん、ここまで20分、もうちょっとかかってます。気持ちいい落ち葉の道を歩いてきたんで、これから鬼道が続くと思います。ちょっとね、ゆっくりマイペースで行きたいと思います。行ってきます。たかちゃんね、めっちゃスヤスヤです。よいしょ。めっちゃ気持ちいい感じで寝てくれてると思います。うん、よく寝てるね。うん、じゃあ行ってきます。続くこんな岩の道、ここで終わるかな。まだやろまだかな。また言ってるわ。まだかな。よし、まだ続いてる。うん、やろうね。よいしょ。
釈ヶ岳、こっちですね。木がね、だんだん低くなってきて、見晴らしも良くなってきました。やっぱり景色いいところを眺めながら登る山っていいですね。あと2踏ん張りぐらい、うん、頑張ります。ちょっと寝てるよ。あら、気持ちよさそうやね。うん、ちょっと暑いかなぐらい着込んでもらってるから、うん、ちょうどいいんかな、風きついし、うん、どうですか、どうですか。もう少し行ったところなので、今から行ってきたいと思います。行くぞ。おう、ここが、ここが
山頂やね。山頂着きました。5座目でございます。やった、お疲れ様です。はい、これから猫岳の方に向かいたいと思います。途中で、風が弱いところがあったら、お昼ご飯とおむつ替えと授乳をしていきたいと思います。ちょっとお腹減ったんで早くお昼ご飯食べたいです。では行ってきます。お昼ご飯食べ終えました。これから猫岳経由で下山したいと思います。それでは行ってきます。うわ、倒れてる。お、山頂着きました。やったー、1057m。 はぁ、ちょっと息が切れてます。赤ちゃんは、赤ちゃんね、見えるかな。見える、見えるよ。起きてるかな、うん、寝てる。寝てるか、さっきまで起きててんけど、うん。じゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。ゴールまでおやすみなさい。では下り、気をつけて下っていきたいと思います。行くぞ。おう、分岐まで来ました。鳩峰の方は危険箇所もあると聞いているので、朝日渓谷の方に降りたいと思います。で、松さんがちょっと泣いちゃったので、この辺で授乳してから、降りていきたいと思います。授乳終わってね、姉ちゃんご機嫌さんになりました。よかった。あらあら。あらあら。あらあら。え？さっきまで笑ってたよな。おろろろろろろ。よしよし。じゃあ、ご機嫌になってくれたんで、
このまま下山したいと思います。あらら。よかったね。分岐まで来ました。鳩舟から、下ると、あっちの方向から降りてくることになるんですけども、今回私たちは林道から降りてきました。道も緩やかだったのでこの道で正解だったかなと思います。もう少し下りあるので怪我しないように下っていきたいと思います。最後まで頑張るぞ。はい、到着しました。お疲れ様でした。お疲れ様。お疲れ様です。はい、今日は朝雨が降っていたのでスタートをずらせたので、到着時間もずれました。今日のお山は、頂上付近から三重県を一望できて、また太平洋もずっと先まで見えたのでとても気持ちのいいお山でした。また夏さんが大きくなったら一緒に登りに行きたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではおおきにー。